塾の久保です、まあ、日々のコツコツというのは大事ですよね、私はです、ね、千里の道も一歩よりという言葉が非常にね好きで、好きというよりも、ね、私の人生にそのまま当てはまるなと思います、で何を行うときでも私は1000日ぐらいかかるなと思って始めるんですよね、サイトの構築も多分収益化するのに1000日ぐらいかかるかなと。 FX の攻略も1000日ぐらいかかるんじゃないかなと1000日って言ったら大体3年ですよね、そして私が2013年、即可塾を始めたときも、まあ、3年ぐらいに形になればいいなぁと思っていたんですよ、ただ当時ですね経営してたマージャン店ほかその他、事業がです、ね、3年持つかなという懸念はあったんでちょっと急いだ面はあったんですけども、もただねやっぱり3年スパンで考えると、かなり余裕を持って取り組むことができるなと思います。 で私はですね「千里の道も一歩より」という言葉をちょっとね変容させて10年1単位って考え方を持ってます今私は46歳ですけども今10年かけて素敵な56歳になろうとしてるんですよね素晴らしく体力や記憶に満ちあふれて資産もあってそして人間関係とか人脈にもすごくね、えー、支えられてみたいなそんな56歳を作るために46歳の私が 10年かかけけて向かってて向っいこうとしてるわけなんですよねえそして当然ですけども今46歳の私も36歳の時に10年後にはこんな46歳になっていたいなという考えのもとに一日一日を積み上げた結果が今日に来ているんじゃないかなと思うんですよ、まあ、46歳になった私としてはです、ね、36歳の時に思い描いた10年後を考えるとうん思ったより、ね、かなり大きくなったなというところはありますねやっぱり資産的にもそうですしねえ多くの方に支えられてとかその即果塾っていうもの もうの私の人生に、ね、登場するっていうのも36歳の時は全然想像ができませんでしたので、うん、40歳からですから始めたのが、うん、そういう意味を持っていえばやっぱり一日一日の積み上げ一個一個の積み上げっていうのが非常に強固な地盤を作るなと思いますで多くの方もこれは気づいていることだと思うんですけどもなかなかできないんですよね継続がなかなかできないと三日坊主って言葉がことわざにあるぐらいにそのぐらい、ね、人っていうのは継続できないものなんですよね 強い意志を持てと言いますけども強い意志を持てば持つほどモチベーションが高ければ高いほどそのモチベーションというのは落ちたときが厄介なんですよですので私はモチベーション無視ということでね、えー、現在の状況とか気持ちの持ちようというのはあんまり考えてないですねなんかこう内側から出てくるエネルギーっていうのは確かにあるんですけどもそれにすら依存しないんですよ目的にも依存しないしそれからモチベーションにも依存しないと、うんまあ、そう考えてくると一体何なのかなと思いますけどもまあなんか没頭するってことなんでしょうね 結果が出るかどうかはあの抜きにして没頭するってことなんですよ、これはですね私がね格闘技をやってる時も、それから、まあ、野球をやってる時はあんまり考えられなかったんですけども、も、まあ、格闘技をやってる時ね、ね空手をやってる時によ,よく思ったんですけども、も没頭するとです、ね、組み手、試合の時に勝とうがてようか負けようがどっちでも良くなるんですよ、勝とうが負けようがどっちでもいいけども、トレーニングがするみたいなね、えーまあ、そう考えていくと、トレーニング自体がものすごく自分を見つめ直す機会にもなったりね。 もものののすごく自分に対して興味深いものだったのかなと思うわけなんですよ、ね、皆さんいかがでしょうかね、まあ、そういった形で今回はミスター真弓さんの動画あと、まあ、日々コツコツとというののね暗殺動画になっているんですけどもさあ後半はですね例のやつのお話をちょっとしましょうか本日が最終の振り込み日になっておりますで9月に返礼金を申し込まれた方は10月の27日に着金ということになってますんで変更になりましたんで、えー、よくね 確認してておおいいください、えー、おそらくですけども9月の25日はボーナスの入金日じゃなかったかなと思うんですよ、25でなかったら27だと思うんですけども、ボーナスの入金は今までと同じように先月末の締めで翌月払いということで変更はないかったと思いますけども、返礼金に関しましては10月からは1日から31日の間に作業ができますので、1ヶ月の猶予がありますね。 でプラス、翌月の27日払いということなんで、平たく考えてこうなります。 お申し込み日、ショッピングポイントの購入月の翌々月からの返礼金だったんですけども、これがですね、翌々翌月になったってことです、3ヶ月先になりました、まあ、ですんで、す10月からこれは全面履行ですけども、9月は緊急措置的にですね、えー、返礼金の方は、9月に申し込んだ返礼金は10月の27日ですよというアナウンスが来ました、まあ、これはね、もうおとなしく待ちましょう、で、これをね、私はすごくねいいことだなと思ってるんですよ。というのが まあ平たく言ったら1ヶ月、資金の支払いを遅らせたわけなんですよね、全体的に。そうするとおそらくね、私の、まあ、ないくらか正確な金額分かりませんよ、40億から50億ぐらいの月間の支払いがあったと私は予測するんですよ、もっと大きいかもしれませんけどね。 70億から100億ぐらいかもしれませんけど、ちょっと分かりませんけど、目安として大体50億と今回は一旦言わせてください、50億の支払いが1ヶ月先に伸びたということは、これはかなり資金的な余裕ができたんで、これからもねあのかなり余裕を持って経営ができていくんではないかなと思います、もちろん資金的にもそうですし、人件費的にもかなり余裕ができましたんで、社員の方もしっかりとね、えー、余裕を持って働けるんではないかなと思いますし。しし私たち事業参加している会員も もう来月からねお金の心配し,し,しなくて済むのかなと思いますただ、やっぱりねあのどんなものも絶対はないですから必ず余剰資金の範囲に行ってくださいね余剰資金でやってない勝手な金額を入れた人に関しましてはもう私は、ね、サポートしないくらい。 の気持ちで本当に憤りを感じますねまあそういうことを言ってるんではないよということなんですよあげくのあには勝手に大きな金額言っといてあの人にサポートを求めるっていうねこの神経のずぶとさだよねここれねもうこの二ヶ月私はね散々ね <laughs> 憤慨してきたところなんですけどもまあまあでも本心でそう思ってるわけじゃないですからねそのぐらいのことを皆さんにお伝えしていって自分のネットワークビジネス自分の投資活動自分のビジネス自分のプライベートに生かしてほしいなと思ったんでこういう危機の時にあえて厳しく 言ってるわけなんですよね。まあでもあのー、心配せずにこれからもしっかりとサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。本日は以上です。それでは。